皆さんこんにちは。お久しぶりです。生きがい TV ゆきにです。さて、いよいよ明日からですね、 JFL 昇格をかけた全国地域チャンピオンズリーグ、もう全国の地域リーグ、いわゆるね、 J1 から数えると、まあ、5部 J5 のもう地域リーグのチャンピオンたちが集まった大会、地域チャンピオンズリーグ JFL 昇格をかけた通称地域 CL が開幕いたします。さて、今回の注目、もちろんね、北海道から北海道代表として2年連続の出場となるビートップ北海道、応援しております。去年はですね、ビートップ3区栗山という名前で参戦いたしまして、元全員 J リーガーをね、揃えて1年目から昇格とを狙っていたわけですが、まさかの1次リーグ敗退と、しかも全敗してしまいました。そのね、原因というか、反省を多分持ってるであろう、人一倍この今年にかける思いを持ってるであろう、ビートップの心臓ですね、元塚俊也が、今年もいます。なぜなら彼は去年ですね、初戦に退場してしまって、しかも試合の、結構序盤に退場してしまって2戦目は出場停止と、そういう影響もある意味ですね、まさかの1次リーグ敗退になってしまったわけですよ。そういう意味で去年の悔しさ、経験をね、今年に生かしてくれるんじゃないかと。そして、浜太陽もですね、北海道リーグ最終節のスカイアース戦で退場してしまいましたが、一つ前の全日本社会人サッカー選手権でですね、累積はもう消化しておりますので、この JFL 昇格をかけた地域 CL ではですね、初戦からちゃんと出場することができると、非常に頼もしいと思っております。そしてですね、この地域 CL、もう今ね、JFL 昇格するためには唯一の手段となっております。1次リーグがですね、宮崎、滋賀、宮城と3カ所で行われてですね、計12チームが、4チームずつに振り分けられて、で上位1チーム、そしてこの3グループの中の成績上位の2の1チーム、計4チームが今度はですね、栃木で行われます決勝ラウンドに進み、総当たりで対戦して成績上位、つまり優勝クラブが JFL 自動昇格と、で2位が今 JFL 最下位のチームと入れ替え戦を JFL のホームで行うと。で今の JFL の最下位は沖縄エスパウとなっております。ですので2位だと、もしかしたら沖縄で、アウェーでですね、一発勝負の入れ替え戦を行わなければならないかもしれない。まさか北海道のチームが沖縄でアウェーなんて、もう完全なアウェーですけど、それよりもですね、まずは何よりも、この決勝ラウンドに進むためにはこの1次リーグを突破しなければならない。そう、3日間連続の試合ね、3連続の試合、大変厳しい大会となっておりますが、去年の経験を生かしてですね、今年こそまずは決勝トーナメント、そして JFL 昇格を、北海道からコンサドーレ以来の27年ぶり JFL クラブが誕生することを心から願っております。そしてですね、ここからはなぜビートップ北海道が JFL 昇格する必要があるのか、その JFL 昇格がなぜ必要なのか、そしてコンサドーレにとってもどういうメリットがあるのかというお話をしようと思うんですけども、まずね、コンサドーレにとってビートップが昇格してくれることでメリットは、一つ目は練習相手ということですね。これ僕が言っていたんではなくて、稲本純一さん、元所属の、その当時所属していた稲本純一さんがおっしゃっていた、このコンサドーレの弱点なんですけども、質の高い練習相手がいないってことをおっしゃってました。なぜなら普段の練習で新しいトライとか戦術とか自分のコンディションとか確かめたくても、あまりにも練習相手とのレベル差がありすぎると、これは新しいトライが通用しているのか、それとも相手が弱すぎるのか判断ができないということは、つまりちゃんとしたテストをせずにぶっつけ本番で試合で試さなきゃいけないっていうことになってるわけですよ。それはコンサドーレにとってのすごく不利な点だということを当時おっしゃってました。で、実際にレベル差がありすぎると遅れて入ったりとかして怪我のリスクにもなりますんで、そういう意味で質の高い練習相手っていうのが常にコンサドーレにとって求められてるわけですよ。で、これがビートップがJFL 昇格しますなれば、さらにこれから昇格していく、で降格も避けなければならないということで補強もしていきますよね。そして JFL はシーズンを通して行われる全国リーグなので、 J リーグともシーズンが合ってきます。だからレベルも近づき、日程も近づき、非常に練習として、しかも札幌近郊で活動してますから、練習
試合も組みやすいと、そういう望まれてる相手なわけです。で2番目が、レンタル先ですね。今現在もコンサドーレには岡村大八であったり中村東也であったり JFL を経験している、その経験が今に生きている選手っていうのはいるわけですよ。で実際にコンサドーレからレンタルに出すってなると北海道リーグに出してしまうとシーズンがすごく短くて全員アマチュア、そういうところに出すっていうのはなかなか現実的じゃないわけですよ。でじゃあ本州に出せばいいじゃないかってなると本州だと引っ越しもしなければならないし、どういうところかわからないわけですよ。で家族がいるとかなるとね、それも難しいし、 できればコンサドーレから目の届くところ、スタッフがすぐに視察に行ける、連絡が取り合える、例えば病院怪我したらすぐそこで手術北海道できるみたいな状況であることが、まあ、一番望ましいわけですよ。実際に本州とか九州のクラブっていうのはそういう近場でレンタルに出してるケースがかなり多くあって、それがコンサドーレにとってはずっとこの27年間もう一人でやってるようなもんですから、短いレンタルをできるクラブっていうのがまあないわけですね。でこれが B トップが JFL に上がれば、 JFL はもう全国リーグですから1年間を通して行われている全国リーグなわけで、もうレンタル先としてある程度の価値、レンタルさせる価値があるわけで、実際に岡村や中村はレンタルにしていってるわけですから、短いね若手がレンタルで経験を積めるクラブがあるってことはコンサドーレにとってもメリットが非常に大きい。で実際に去年、昇格を逃した時にですね、コンサドーレのある方から実際に失望の声があったらしいです。コンサドーレのクラブの中からですね、失望というか、まあ、怒りとか、まあ、お叱りとか、まあ、そういう感じの反応があったらしいですということで、コンサドーレ側も B トップが昇格してくれることを表立っては、まあ、あんまり言ってないですけども、望まれてることは間違いないということになりますね。そして3つ目が、これからの北海道サッカーを盛り上げていく、コンサドーレを盛り上げていることでやっぱりチーム数がもっと必要だろうと、まあ、僕は B トップってね、こうやってね普段から言ってますけども、 B トップだけじゃないと、このね北海道っていうのは日本の 22% の面積を持ってるわけですよ。ってことは、まあ、少なくともですよ、僕はこの北海道っていう広い大地をカバーするためにはプロクラブが5チームぐらいは必要なんじゃないのかと、まあ、常々思ってるわけです。だって九州にあれだけのクラブがあって、四国だってあれだけのクラブがあってって話じゃないですか。東北だったら東北ダービーをやっていて、やっぱ北海道にももう5クラブぐらい必要だと。そうなった時にまずはこう B トップやスカイアースがもう早く上がって、で下にも実際に J リーグ入りを目指してるクラブって実はあるんです。だからそういうクラブのためにも B トップやスカイアースが蓋をしていっちゃいけないわけです。早く上がって、出してからどんどん上がってくる。でそうやってコンサドーレだけじゃなくてたくさんのクラブができて、普段から、日常からねサッカーに触れる機会を北海道の人たちに増やしていく。そうすることでサッカーに興味を持つこと人が増えてですね、サッカーをやりたいという人も増えて、そうするやって人が動くことだとお金も動き、北海道サッカーの関心が高まり、そうするとそれがまたさらにコンサドーレへの興味が増えるわけじゃないですか。そうやって北海道サッカーの人気を上げていき、北海道サッカーのレベルを上げていき、その北海道サッカーのレベルが上がることが、まあ、今度は日本サッカーのレベルを上げることだと僕は思うんですよね。そういう意味で、まずは今回ね、去年の経験もあります、非常に厳しい大会なのは分かっていますが、ぜひね今年こそ B トップ北海道にはですね、まずは1次リーグを突破して、そして決勝ラウンド進み、JFL 昇格を掴んでほしいなと思っております。ということで今回はですね、なぜ B トップ北海道が JFL 昇格する必要があるのか、そしてその昇格がコンサドーレに対してもたらすメリット影響という話をさせていただきました。とりあえず明日から頑張ってください。僕も決勝ラウンドは行きますのでよろしくお願いいたします。ということで生きがい TV でした。ありがとうございました。